ビフをご覧の皆さん、どうもこんにちは、ムックでーす。どうも、ムックボーカル達郎です。ギターの宮です。ベースゆうけです。ドラムサブスです。はい、ということで3月7日にムックがニューシングルニルバーナをリリースしまーす。ありがとうございます。どうですか、リーダー。犬ボクシークレットサービスというアニメのオープニングテーマですけれども、はい、ニルバーナについて、うん、喋ってください。リーダー作詞作曲なんで、どうですか。やっぱこう曲作詞するときに、作詞する前にちょろっとはこう原作読んだりしたんですか。してないです。全くすごいね。仮の歌詞ができた後に一巻だけ見ました、うん、で結構面白いなっていう、うん、そこで次読もうと思って置いといて、うん、読みたいからもう一回読みたいから貸してって言われて家からいなくなっちゃったんで、続きが読めてないんです。あららら、ちょっと残念な感じなんですけど、アニメはご覧になってますか。2回見ました。おお、アニメもなんかそれなりにね、いい感じで、評判もいいみたいなんですけども、自分たちの曲がオープニングでハマってくると、ちょっと感動するものありましたよね。ありますね。ユッケ様、結構騒いでましたもんね。うん、すごい良かった、ね、アニメ、うん、終われたって入るんですけど、うん、もう一回もういいじゃないですか。入る前のセリフは毎回違うじゃない、うん、ちょっとストーリーがあってオープニングが流れるから、そうね、だから毎回違う気分で曲に入れるんですよ。それを見てて毎回ドキドキして面白いですよ。めっちゃ熱く語ってるじゃないですか。はい、佐藤さんもね、アニメ最近好きでいろんなアニメ見てますけども、どうですか、はい、の僕は面白いです。ムックのニルバナと合ってますか。合ってます。いい感じ。手のぬくもりらへんが、うん、そこらへんピックアップだいぶね細かいですけども、うん、そんなね、ムックがライブもやるということでですね、6月9日ムックの日に、15周年の記念ライブ 15th Anniversary Year Live を幕張メッセでやります。ありがとうございます。ほんと盛りだくさんのね、ちょっと3部構成ってちょっと変わった形式のライブになると思いますので、何が飛び出すかわからないねライブになるので、こちらの方も遊びに来てもらえたらなと思います。ということで、最近なんか卒業シーズンということでですね、ムックからユッケから学校を卒業する人にメッセージをお願いって書いたんですけど、ユッケからとは書いてないけど、とりあえず卒業おめでとうございます、うん、卒業、旅立ちでもありますよ。お、はい、卒業式の後とかは、まあ、すごいね、みんなで盛り上がって思い出を語って、うん、過ごすのがいいと思うんですけど、うん、僕は卒業式終わった後に心霊スポットに行ってしまったんですよ。おお、そういうことはせず、これからの旅路をこうパッと明るいものに教えていただけるといいと思います。ポンポン叩くな、ポンポン。卒業おめでとう。はい、まあ本当に卒業、まあ一個の終わりですけどね、新しいこれからが本番だからね、本当にここからがスタートだと思うので、いろいろね気を引き締めてね、羽目を外しすぎずに楽しんでもらえたらなと思います、うん、ということで以上ムックでした。バイバイ。